おはようございます。また今回もコメントは、はい、関根さんいつも楽しく見ています。ありがとうございます。関根さんが中2の時の友達で雨が降ると学校に来ない金子くんの話をお願いします。これね、金子くんね次男なんですよ。 お兄さんがいてね、すっごい甘やかされて育った。 お母さんが甘くて雨降ると来ないの。俺金子くんのおかげで、はい、くすぐられても大丈夫な人間になれたんですよ。どういうことですかそれ。中学2年の時に金子くんとじゃんけんして負けたら、はい、30秒くすぐられるっていうそんなゲームだった。ゲームやったんですよ、はい、金子くんがね、はい、いけ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 って、ね、もうその顔見ただけでおかしかったのもう苦しくてね、30秒があんまりにも苦しいんで、それである時自分でこうやってくすぐってたら、はい、くすぐったくないんですよ。あ、自分でやる分には金子に勝つためにはこれだっつって金子くんが触ってる手が自分の手だと思えばいいんだある時俺が負けて、よし自分の手だっつってってやってったら、はい、くすぐったくなくなっただから今孫ともくすぐりっこやってるんだけど、はい、全然くすぐったくないです邪魔今でもそれ生かされてるんですね、うん、本当に弱い人ってくすぐらないからって言ってるのに、もうこの辺でダメなんですよね。そうですね。そう、はい、で宇野くんがさ、梅干しとか、あれ梅干し見ると、はい、ってなるんですよ観光系のコントでやったことあるんだけど、はい、指先をここに持ってただけでなんでお前生意気なこと言ってんだってこうやると宇藤くんがすごい敏感な人いるよねもうだから金子くんには僕は鍛えられたって話です。じゃあ学校来てる時は普通のひょうきんな、ひょうきんな明るい子です。ここでただ雨が降ると来ないだから行きたくないんだよ。お母さん今日俺頭痛いんだとか言うと、じゃあやめなさいやめなさいって金子くんのお兄さんがレコードをやってたんですよ、はい、レコード屋ですか。レコード屋さん、はい、でバス停のそばだったんですよ、はい、でバス停にベンチが置いてあったんですよ、で電気屋さんなんですよ実家が、はい、だからカメラもあるんですよ、はい、でベンチにカメラが向けて、はい、エロ本をね、はい、その置いといたの、はいはい、ベンチにでモニタリングしてたモニタリング。そしたら小学校6年ぐらいの男の子がこう来て、はい、こうやってここにエロ本があるとするとこうやって来て、そういうのを見てこっちの部屋でゲラゲラ笑って金子くんと悪いねでもそれをちゃんと本人にはバカにしたりはしない。ただただ笑ってただけそれは誰だって見るからねこれ金子くんの話でございますそれで、あ、これだ、ミッキー安香さんの話を聞きたいです。そんなに俺ミッキー安香さんの話、ちょっと鼻声でね、ミッキー安香ですなんとかですって言うとね、武田純次さんが腹抱えて笑うの似てる似てるって。なかなか人のことで笑わないんですよ高田純次さんが絶対そうですよね。そうで、ミッキー安香さんはお前さ、日本のさ警察甘いんだよ、暴走族なんてさ、あのお前ドイツなんかあんな暴走族みんな殴られちゃうんだよあんなのお前日本ダメだよあんなのぶっ飛ばさなきゃダメだよなんて、これ今だったら、はい、オリエンタルランドにやめろって言われるよねねえ、あんな荒い芸者さあとミッキーさんの話でくだらないのは、はい、アメリカに留学してたんですよ、はい、ミッキーさんって、はいはい、そのようです。それで要するに今日ちょっと下ネタになりますけども、はい、排便と排尿、大と小、絶対別々でなきゃできないってアメリカ人は言うんですって。ほう。でミッキーさんが、俺はお前一緒にできるぞ。かけるかっつって。だアメリカの生徒も、そんなのできるわけねえっつって。俺はかける、こっちにかけるっつって。アメリカ人全員。でちょっとトイレ来いっつって。はいはい、ミッキーさんがその大をしてる時に小もしたら、アメリカ人が、オーマイガーっつって。驚いたって話してましたミキさんネタであるんですか。ミキさんのネタであるんですよ。お前できねえんだあいつらバラバラにしか、
俺だからできるって言って見せてやったんだよ驚いてたよって言ってましたよミッキーさん思い出した面白い人だ。関根さんが司会者として出演していたクイズ早く言ってよとクイズ作説について語ってください。あ、これ結構来る質問ですね。これねクイズ早く言ってよはね確か金ちゃんがお前やれって言って田中美佐子さんと千代田近くの時田さんが、はい、フジテレビは日本放送より後からできてるから日本放送の社員だった人が来たわけですよ。だからもう旗揚げからいるわけよフジテレビの。それでキンドン の, あのプロデューサー大プロデューサーすっげえ怖いんですよその人。でその人がディあのプロデューサーでクイズ早くやってたんですけども3組ぐらい出るのかな、視聴者の方が、はい、一般視聴者が出るんですよ。で僕はくだらないことばっかり言うわけよインタビュー、はい、でそれを見ていた上岡龍太郎さんがテレビ局で会ったら関根君関根君のあのインタビュー長いな、あれもう少し切ればもう一組出れるなこれね俺3回ぐらい言われたの会うたびに3回早く言ってよ全然早く言ってないな関根君いやそりゃそうなんですけどっつってそういう思い出がありますよねそれで時田さんは本当に俺によくしてくれて俺にね、俺も年賀状出してたし時田さんも年賀状くれてたんですよ、はい、そしたらこの間萩本欽一さんが関根お前時田さんに何かしてたかって、うん、いや何もしてないですよなんか時田さんがお前のこと気に入ってたな団吉はなあれ夏になるとアイスクリームよく買ってきたんだよってそれで気に入られてたんだけどお前も何かお歳暮とか何かやってたかって言うからいや何もやってませんってなんかお前のこと気に入ってたんだよなって言ってですっげえ疑ってましたよ俺のこと。これがクイズ早く言ってよのお話でございます。その後に作説っていうのが始まる。そうこれ覚えてないですねなんかありますそれクイズ作説で。番組初期は、はい、今週の成功者と称し歴史上の人物に扮装して司会を務めていたって。そんなバカなことしてたんだでも覚えてないんだ歴史上の人物になって司会者司会してたんだそれは続かないよねそういうさ清手だったものって92年10月から94年3月までえ結構やってたね、まあ、そこそこやって、はい、バカじゃない3年ぐらいやってるんですね。バカじゃないのこんなのしかも全然覚えてないっていう困ったもんですねこれね。私の本関根勤の嫌われない法則2月21日発売でございます。いかに人と付き合う時にうまくこうね人と付き合っていくっていう嫌われないっていうかね好かれるこれいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。